皆さんこんにちは。すくすく子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしていきます。子育て中の方々に子育てに関する情報や三田市のサービスなどを分かりやすくお伝えしていきます。三田市では子育てするなら絶対三田をキーワードに、子育て世代を応援するさまざまな支援策の充実を進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、子育て・教育に関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今日はスタジオに障害学習支援課の中井さんと、NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田理事松池さんにお越しいただき、ひなめぐり in 三田についてお話しいただきます。お二人のよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、障害学習支援課の中井です。歴史文化財ネットワーク三田松池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日の3月3日はひな祭りですね。今回ご紹介いただくひなめぐり in 三田、どのような催しなんでしょうか。ひなめぐり in 三田は2月の27日金曜日から屋敷町の旧久喜家住宅資料館をはじめ、三田町の商店街などでおひな様の展示が始まりました。今年で5回目を迎えます。詳しい内容については主催者である歴史文化財ネットワーク三田松池さんが紹介します。お願いいたします。はい、旧久喜家住宅資料館とふるさと学習館を中心に、本町通りの店先やショーウィンドウ、民家、中央公民館、三和会館におひな様が展示されています。その他、三田本町から屋敷町周辺の10カ所に私たちで作った竹びらが飾られます。そうなんですね。たくさんのおひな様が展示されるんですね。竹びなとは竹を使ったおひな様だと思うのですが、具体的な形を教えていただけますか。はい、歴史文化財ネットワーク三田の男性陣が制作しまして、大きな竹を利用しています。かぐや姫のように滝の切り口からおひな人形が姿を見せていて、とても可愛らしいですよ。記念撮影にもちょうどいいです。竹の切り口からおひな人形が姿を見せているとは手が込んでいますね。見て見られた方からすごく立派なものだとお伺いしておりますが。そうですね、久喜家住宅資料館では三田藩主久喜家ゆかりのおひな様を中心にひな人形が飾られています。とても小さくて可愛いおひな遊び道具は見応えがあります。庭にも可愛いひな人形が飾られていまして、お子様と一緒に探すのも面白いと思います。はい、三田藩主久喜家ゆかりのおひな様ということですが、どのようなゆかりがあるんでしょうか。最後の三田藩主であった久喜孝義さんが孫娘の初節句に送ったものです。今から30年ほど前に三田市に寄贈いただきました。はい、段飾りのおひな様ではなく、昔の御殿を再現した御殿付きのひな飾りは本当に豪華な作りです。小さなひな道具の調度品も細かい彩服が施されて驚かされます。はい、それは皆さんにもぜひ見ていただきたいですね。その他にも三田ふるさと学習館ではどのような展示とイベントがあるのでしょうか。はい、三田ふるさと学習館では昭和のおひな様を中心におひな様の数々が展示されています。特に見ていただきたいのは高さ約2メートルのおひな様タワーです。はい、その壮大さに圧倒されると思います。また展示期間中は誰でも無料でフィルムケースを使って簡単にオリジナルのおひな様を作ることができますので、ぜひご参加ください。はい、2メートルのおひな様タワーもすごいですし、フィルムケースを使ってしかも無料でオリジナルのおひな様を作ることができるということなんですね。皆さんもぜひ参加なさってください。そして昨年度も行われていたおひな様ロード、今年も開催されますか。はい、開催します。おひな様ロードは三田町の
お市の窓際、お店でひな人形を披露しています。開催期間は2月27日金曜日から3月8日日曜日の午前10時から午後4時までです。期間中、屋敷町や本町通りに飾られたおひな様を巡りながらのスタンプラリーも開催しています。はい、スタンプラリーも開催されるんですね。お子さんをお連れの方にも良さそうですね。では詳しくその内容を教えていただけますか。はい、スタンプラリーでは旧久喜家住宅資料館、ふるさと学習館、中央公民館、地場ヤンクラブ、三田本町交流館、園の5カ所にスタンプシートとスタンプが置かれています。これらの施設では3つスタンプを集めれば三田ふるさと学習館で記念品がもらえます。はい、それぞれのスタンプのある場所なんですが、これは初めて訪れる方にもすぐ分かりますでしょうか。はい、各施設にスタンプシートが置かれています。そのシートに大きな地図と施設の場所が書かれていますので、はい、探しながらスタンプラリーを楽しんでください。はい、ありがとうございます。それでは最後にイベントスケジュールについてもう一度ご紹介ください。はい、ひなめぐり in 三田は4月5日日曜日まで旧久喜家住宅資料館ふるさと学習館でおひな様が飾られています。またおひな様ロードは3月8日まで行われます。期間中ふるさと学習館では3月8日日曜日10時30分から12時まで三田の民話を題材とした紙芝居が行われます。旧久喜家住宅資料館では3月22日日曜日に普段公開していない2階を特別公開します。繰り返しになりますが、スタンプは旧久喜家住宅資料館、三田ふるさと学習館、中央公民館、地場ヤンクラブ、三田本町交流館、園に置かれています。どのイベントもどなたでも気軽に楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。では中井さん、松池さん、最後に一言ずつお願いいたします。今回ご紹介したイベントの詳しい情報は市広報誌伸びゆく三田2月15日号や三田市公式ホームページに掲載されています。このイベントの他にも様々なイベント情報を掲載しています。ぜひ一度ご覧になってください。はい、では松池さんお願いいたします。はい、ひな巡り in 三田も徐々に定着してきました。毎年たくさんの方々に見に来ていただいています。いろんな時代のひな人形を見比べて楽しんでください。はい、歴史文化財ネットワーク三田はこれからもたくさんの方々に気軽に立ち寄っていただく場として季節ごとにイベントを行いたいと思います。はい、中井さん、そして松池さん、ありがとうございました。ここでもう一度情報を整理したいと思います。ひなめぐり in 三田、4月5日日曜日まで、おひなさまロードは3月8日日曜日までということです。旧久喜家の住宅では3月22日日曜日に普段公開されていないという2階を特別公開ということがありましたり、あとスタンプラリーなんか催しも盛りだくさん用意されているようでございます。お子様連れの皆さんにも楽しんでいただけるのではないでしょうか。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は障害学習支援課の中井さんと NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田の松池さんにお越しいただき、ひなめぐり in 三田とおひなさまロードについてお話しいただきました。次回の放送は3月16日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。すくすく子育て情報局、この時間は子育て世代を応援するさまざまな支援策や子育てに関する情報、そして三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。